セラヒムの時は神の時全地に地球に神様の御手が伸ばされる時二千数百年前セラヒムの 賛美を聞き、大能の神の幻を見た預言者イザヤは、震え上がり、私は災いだ、大能の神を見てしまったと叫びましたがあなたは青年イザヤの口を清め。 これに神のメッセージを託されましたあれから二千数百年という時間が経ち今私たちはイザヤのメッセージの そのただ中に置かれているという不思議な怖いようなしかしあなたの前に震える思いがします聖なるかな聖なるかな聖なるかな万軍の主その栄光は全地に満つ 荒れすさみ人々は生ける神の言葉を求めて東に西に北に南と走るが御言葉の砂漠が真実の言葉のないことがまさに地球の後輩に 油を削ぎ凄まじい砂漠化現象となっている今神よ私たちは祈りますあなたのためにその恩あわれみがそして今しばらくこの地を 憐れんでくださいますようにどうしようもない私たちであります罪から罪に怒りから戦争にとどまることを知らない愚かな人間たちそれが私たちである神よ しかし今しばらく今しばらくこの地に平安を与えてください5月に始まった恐ろしいテロが戦争がとどまるところを知らず アメリカはハロウィンの日に、またテロの攻撃を受けるかもしれないと、政府が発表しました。あと数時間後です。神よ、どうかアメリカの地を、あなたの恩哀れみの中に守り保ってくださいませ。 たくさんの人々が不安に駆られ今朝もアメリカの力いろんな子羊の人たちの悲鳴が聞こえてきましたしようあなたの平安を彼の地にそして全地に 白い旗よ、市内の山より、全地球に回り、神のメッセージと、主の平安を与えてくださいますように、キリエ・レイソン、主の恩があるみが、 ありますように 新聖書の学び第2章聖書とはその第2回目を持ちたいと思います前回、えー、まだ最初の3章はあのこのこ新聖書の学びの序だと言いましたがその序のまだ真ん中でありますしばらく序が続きます勘弁してください 聖書の成り立ちについて、少し前回学んでいきましたが、その終わりの時に霊感という言葉について触れました。これは、新約聖書の第二テモテ書三の十六に書かれてある言葉です。聖書は、すべて神の霊感を受けて書かれたものである。と、ここからテキストが取られております。 聖書は全て神の霊感インスピレーションですよねこのインスピレーションっていう言葉はあの、まあ、今私たちはねインスピレーションというと非常にこう弱いあ,のあまり当てにならないものたまには当たるかもしれないけどめったに当たらないものあー今日あそこのパチンコ屋に行ったらもうカルといううなインスピレーションがしたから行きましたけど結局全部失いましたと。あのー その程度にしか使えませんわねでもね、あの聖書でインスピレーションその神の霊感を受けたセオプニマトスセオプニマトスというのは二語から出てできておりましてセオというのは神プニマトスというのは息なんです神の息吹という意味なんです言語は聖書は神の息吹によって書かれたものであると神様がふっ息を吹っかけて書いたものである しかしその神の息吹は誰が受けたかというと受けたのは人間ですよ。イザヤであり、エレミアであり、マタイであり、ヨハネであり、パウロである。ここの人々が神から選ばれて、そして神様の息吹を受けた。息吹を受けて書いたんだけれどもね、これディクテイトというのとは違うんだということを前回言いましたよね。ディクテイトというのは もう言われた通り一字一句間違いなく書くのがディクテイドでしょ社長がそのディクテイドしたのを秘書が一字一句間違いなくこう書き換えていくそんな意味で聖書はれ、ね、ディクテイドしたのではないんですだったらもし本当に神様がディクテイドしたというんだったら聖書は初めから終わりまで同じスタイルであったはずなんです。間違いなかったはずだ。 しかし聖書を読んでみればさまざまなスタイルがある書いた人によってですよスタイルがあるし同じ「イザヤ書大誰も厳密に読んでいくならば明らかにイザヤ書の前半と後半は違いますよ私も信じるんですがイザヤ書は少なくとも2人の預言者によって書かれたはずでありますだから学者は第一イザヤ第二イザヤというふうに呼びますが私はそれ正当だと思います 書いた人実際にペンを取った人その人の信仰を通して書かれたというんです信仰というのはなんか非常に主観的なもののように聞こえますけれどもねその人が神に向かうその信仰によって出てきたものは違いますよよくセミナーなので私このような説明をします例えば精霊がさっと今この場にあの降り注いできた時に 3人の人がその精霊の満たしを受けて語り始める。ところが3人とも違った語り方をしますよ。非常に道徳的な立法的な人が語り出すとね、結構冷たいことを言い始める。お食い改めよ、食い改めよ、嘘つくな、バカたれと言わないだろうしないけどね、まあ、それに近いようなことをこう言うんですよ。同じ精霊がガッと降ってきたときに、 非常にあの温かいハートを持った人がいるとね、ものすごく温かいメッセージがその人からもっと流れ始める。まだ白い鳩のあのからしばらく1年ぐらい経ってたかな、みつこさんがもうこの関西の地に帰ってきたときに、どこも行くところが私もどこに進めていいか分からなかったから、あるそのもう名前だけ知ってるそういう聖霊を信じる教会に集うようになって。 そうするとそこにはあの預言者とかいろんな人たちがいるらしいんですけどねあのまだ何も知らないつ子さんはもう非常にびっくりした事件があったあの小さな家庭集会で集いますと精霊の満たしがあって不思議なことにそこの伝道師さんがまあ,あの罪を糾弾するような予言をし始めるわけなんですよ。それでその津子さんが非常に驚いた あの嘘をついいてるるんんじゃないってことこも分かるんですその人はその伝道師さんの方が嘘をついてるんじゃないけどね私から出てくるのともあまりにも違うあまりにも違う精霊というのはいわば太陽の光に似てるんです精霊の光自体は真っ白しかしプリズムを通す時にほらプリズムを通すといろいろ色に分かれ出てくるでしょうプリズムの歪みとか あるんです濁りとかプリズムが透明であればあるほど非常に近い形のものは出てきますけどねやはりあなたという心のフィルターを通しますよそしてこれは決して聖書の弱みではなく聖書はそのような人間の意思を大事にしたというんですこれも前回述べましたけど聖書の中に「悪霊に疲れる」という表現があっても絶対にないのが。 精霊「つきもの」というのはね日本でも昔からほらお狐さんに疲れたとかねたぬきに疲れたとか言うでしょ私なんか下腹あたりが少しついてるんじゃないかと思って心配なんだけどねなかなか抜いてくれないやあのそして「つきもの」に「疲れた」っていうのはその、まあ、私はあまり見たことはないですけどねあの花物のの話になるとわーわーわあわあとわけのわからんことをね言ったりお筆書きとか。 日本の新興の宗教の教祖様っては大体このお筆書きができる人だったんですよ。お筆書きっていうのはですね、あのー、そういう例に移られてからわ訳わからんことであ、えー、と児動書記ですよ書いていくと。でそれを人々がねありがたがあってああこれは神様があの語ったんだとか仏様が語ったんだっていうわけでやるんですけどね精霊やらないんですこれを。あなたの意思に反することはしないの。覚えておいてくださいね。 聖霊はジェントルマンであるということ。ジェントルマンというのは、どのようにしてあなたの家に来るかというとですね。トン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 とドアを叩くんです。あの強盗はそういうことはしないんだよ。あの、雨戸をポンと抜けたりね。あの、非常に乱暴な入り方をするんです。そして、悪霊とか、聖霊以外の霊というのはね。結構乱暴なことをするんです。親切なようだけれども。あの玄関から入ってきた人でもね、居直り強盗みたいのもいますし。 あの物を売り来たあで最初親切だから入れてみたけどあとはとんでもないことになったと決して押しつけがましいことをしないのが精霊なんですだから精霊はジェントルマンである誘いますよ私たちでも「洗礼受けませんか?」「いいですよ」「あのか分からないんだけどあなた考えてもどうせ分からないから受けませんか?」っ、ま、て、あ、その辺までは言いますけどね「いや結構ですいりません」 という人に対しては、あ、そうですか。それで終わり。いや、買いなさいよ。絶対に買いなさいよ。もう今買わなきゃダメですよ、あなたってね。時々あの、居直りする人がいるでしょ。あの、トンちゃんっていうの、働き人の一人なんだけど最初、何も知らないとき関西に来てね、来たばっかりのときに、物欲し竿を買わなきゃいけない。<laughs> 竹竿を竹,竿竹竿っていう、をけう、ちょうど買いたいと思ってるときに、その声がかけてからね。ああ、手を上げてきた。 そしてから「竹澤一本ください」って言って買ったら「はい」「1万円」え「ええええ竹澤がの」とか言われてね彼女も気が小さいもんだから売ってる人がなんか怖い顔してね「うーん」とか言われたもんだからあ怖くなってもう泣けなしの1万円かなんかをね出したという話が聞かされて「何だお前バカはそんなことに出した人がいるか俺なら」って言うけど私その場にいなくてよかったな <laughs> 私も出してたに違いないけど。 あのー、あいう稲堀でその押し付けで売るっていうのはもう嫌だよなあのね清理はしないそれをしないんですよあ強制的にねあなたに竹ざを買いなさいなんて言わないですよあの竹ざいいですよお好きならどうぞ、あのー、とはそこまでは言ってくれるけれどそれ以上しないそれで聖書は神の 霊感によって書かれたという時にね神様があなたの手を取ってってねマタイの手を取ってうッウと書かせたんじゃないということなんですよ。マタイのハートに語りかけるそしてマタイはそれを考えて書いていく。だから同じ福音書でもマタイマルコルカヨハネ、まあ、最初の3つは似てますけどねヨハネになるとガラッと変わるでしょ つきましたヨハネって全然違うじゃないですかヨハネはあまり具体的なねまたい共感福音書にあるようなあの具体的なことあんまり書いてないんですけど共感福音書というのはマタイとあのルカとマルコのこの3つのことを共感福音書と言うんですけどねヨハネはちょっと同じ福音書とも違うでしょ私は聖書を見出した頃も非常にびっくりしたことがある例えばヨハネの福音書の中にラザロの復活の記事があるんです。 ヨハネにとってはものすごく大事だったのこれはだからもう一生全部を費やしてラザルの復活のことを書いてるんですよ。あとの3人見向きもしなかったの。不思議だったなと思わなかった私はとっても奇異に感じたんですよ。なんでこれほど大事な大事な大事なことをねあの他の3人は見向きもしなかったんだろうと。でもそれはねまあ彼らの選択ですよ。 同じ聖霊が下って言いながらヨハネは結構考えた人考えて考えて考えてそして彼の考えた中から最後に出来上がったのはヨハネによる福音書ですねだからヨハネ他の人にとっては大した事件じゃなかったのかもしれないだから自分たちの「福音書の」の記述に入れることもなかっただろうけどしかしヨハネにとってこれはねものすごく大事な記事になったんです。 そそして彼はれれを入れますよね聖書は神の息,によ息を吹っかけられた人がもし訳していいんならよく祈り熟考しそして書いたものであると私は信じます。決してディクテートではない。 そこままでが全開だったと思います旧約聖書というのは何かというとですねもっと旧約聖書というのはこれはクリスチャンが私たちクリスチャンが使う言葉ですよユダヤ人に向かってそんな失礼なこと言っちゃいけないんでユダヤ人はこれ旧約聖書なんて言いませんよ聖典ですよ聖書彼らにとって聖書はこれしかない聖書です私たちイエス様を信じるからあの新約聖書旧約聖書と分けるようになっただけの話なんですだから私たちはね イエス・キリスト様の観点でイエス・キリスト様を中心にこの聖書を読むようになったんです。そうするとこれはクリスチャンの私たちの見方なんでありますが「旧約聖書」というのは「来るべきイエス・キリスト」をねこれ指さすものである。「イエス・キリスト様が来ますよ」「メシアが来ますよ」と「旧約聖書」は一口で言うならまさに「来たるべきメシア」を指し示す書であります。 それ以外の役はしない。イエスキリスト様と名前は書いてないけど、メシアとメシアのことについて書かれたものであります。英語でその旧約聖書のことをオールドテスタメントテスタメントっていうのは契約という,う意味なんです。またそのそっからですね。神様が命をあの貸して約束したから遺言という意味でもあるんです。テスタメントってね。あの英語の辞書を引いてごらんなさい。契約遺言という意味が書いてあります。 これは神様のだから遺言なんです神様が私たちに残してくださったオールドテスタメント約束ですよね。ただ人間の契約の場合はね必ず両者が納得しなきゃいけない。両者が納得してそのサインなり反抗をしますよね。神の契約はねちょっと違ったんですよ。あなたの納得はねあの求めなかったの神様。神の側は一方的にくださった。 市内の山でモーゼにこれをあげようとそしてモーゼが「ちょっと待ってくださいねあの私内容を調べてくださいそれからそれがよかったらあのサインしますから」とは言わなかったんです「神様がくださるというならありがたくいただきますと」と神様の一方的な恵みというか約束が旧約聖書でありますそしてこれは来たるべきメシアを指します書物であります それからですね。あの。旧約聖書をユダヤ人は3つに分けたんです。それもあの前回言いましたけどね。立法書と。それから、預言書と残りもろもろと書いて諸々と書いて著書。この3つにあの分けました。私たちはね。もう少し詳しく、それをあの分けていきます。立法書はあの？モーゼの御書と言われます。 最初の創世記ですね。それから質エジプト記レビ記民数記神明記。これ、今でもユダヤ人にとってもう最も尊い。あのセイクリドブックモーゼの御書イエス様の時代、ユダヤ教はあの2つに分かれてましたね。サドカイ派とそれからそのパリサイ派っていうのが分かれてたでしょ。圧倒的多数はサドカイ派だったんです。パリサイ派は少数派ですよ。 そしてサドカイ派がその主流を占めてたんですけどねサド当時のサドカイ派のユダヤ人にとって聖書モーゼの御書以外になかったのあとまあそれはありましたけれどもね彼はね大してね価値を置いてなかったんです。サドカイ派もモーゼの御書だけはこれは間違いないんだと言ったんです。創世記出演術記レビ記民数記神明記ですね。 それから予言書というのがありましてユダヤ人はこれをその前予言書と後予言書というふうに分けましたよねでも私たちはあのもう少しわかりやすくするためにね、これを歴史書と予言書という二つのあのグループに分けたいと思います歴史書というのはモーゼの5章のすぐ後に出てきます吉明から始まって四式ルツサムエル上下列王記上下 歴代,史歴代史上下エズラネヘミアエステルとでこのを全部含めて歴史書と言います学者の中にはエステルあたりをもう、あのー、めちゃくちゃに <laughs> 批判する学者は多いですねというのは確かにエステル記を読んでみますと年代講師は少,少しとかかなり合わないからなんです、まあ、しかし私たちはこれを歴史書の中に入れて あの聖書書ととして信じます預言書というのはイザヤから始まりまりすイザヤエレミアエレミアアイカエゼキエルホセヤヨエルアモスオベディアヨナミカナホムハバククゼベニアハガイゼカリアマラキとありましてだからその大予言者と言われているのがその大予言書ですねこれがイザヤエレミアエゼキエルですよね。 ヨゲンショ予言書予言者というのはその書物が小さいからですよ。それであのヨエル書やア、モス書ョベディア書ヨラミカナホーム、ハバクク、ゼベニア、ハガイ、ゼカニア、マラク書というのがあります。予言書などを読んでみてもわかりますけどね、こーラータリの歴史書のサミュエル記なんかを読んでもわかりますけどね、最初、イスラエルの頃、そのサミュルが最初の予言者とされております。 でもその頃あの預言者のことを See 見る人と,と言,わ言われておったと。占い師的な、ね、あの要素は結構強かったんです。占い師的な要素というのはもう大変はだ失礼なことを言うけれどもね、聖書を読んでおらなさい。例えば、その、サウルがある時まだ王様じゃありませんでしたからね、百姓してた。牛が逃げちゃった。その牛を探しにあの、あちこちあちこち行ってるときにサミュエルに会いますよね。それとサミエルが 心配せんでいいサ、あのールお前の死はもうちゃんと家に帰っとるからと俺と一緒に乗れと言われますというのはそのサミュラに見えるからですよこう見えるそういうこの物を見透かすことのできる人シアーと言っておったでこの頃はそのそういう要素は非常に強いですねだんだん予言者の内容はね予言,言者の内容は変わってくるんです後にもうイザヤぐらいになるともうガラッと変わってくるそのものをね見たりなんだりする要素というのは 重要じゃなくなってそれよりもね、神のメッセージを託された人のことを預言者というようになったんですだからイザヤエレミヤア特にそうですけどイスラエルの国を神に帰ってこい今だと今帰ってこなければ遅いぞとこの呼びかけをしますそして今帰ってこなければとんでもないことが起こるぞイスラエルの国はバビロニアに占領されてしまう お願いだから帰ってきてくれと「神に帰れ神に帰れ」というメッセージを唱えたのが預言者たちであります。悲劇的なケースですよね。彼らの預言が当たってしまうからですよ。イスラエルはにもかかわらず神のもとに帰ろうとしなかったと。そして預言者の預言した通り北の大国バビロニアによって崩壊されてしまいます。 その悲劇また同時に第二代になると今はこういうふうにしてバビレーの地に補修となったけどしかし我が娘エルサラミをう慰めよを慰めよう慰めグの美しいイザヤの40章ですよ。あれが第二代の始まりですね。あの時から始まるその美しい死は今はねこんな悲しみの中にあるけどお前たちは慰められるよ。お前たちの苦しみの3倍に変えて死の祝福が来るはといったのが 第二罪の予言でありますやがてそれも実現するようになった。それから旧約聖書の終わりの方に終わりでもございませんあと残りの全部合わせたの諸書,書またはその「詩書」という,う呼び方をする人もいます詩というのはあのポエムですよね。というのがこの中にあの組み込まれるのは「呼ぶ気」なんです。詩編 神言伝道の書画家ですこれらは今までの立法書とまた予言書歴史書予言書とも違いますよねいわばそういう歴史とか時間とあんまり関係のない、えー、神言というのは知恵袋のようないかにして書生君ですよ読んだことある神言面白いことが書いてあるでしょ もうブツ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 女と一緒に生活するよりは屋根裏であの隠れてから硬いパンを食べた方がいいでよほど痛い目に合った男がいたんだろうなだから屋根裏にそれ買ってあんな女の顔見て大分かってって,て、ね、あの飯も作ってくれないから硬いパンをかじってたに違いない <laughs> うちの奥さんじゃないですよの誤解では私はちゃんと硬いパンなんか食べませんですからね <laughs> そういう面白い言葉やらねたくさん出てるのがその箴言 でありますそれから伝道の書旧約、まあ、聖,聖書の中でも最も変わっていると言われているこの伝道の書「無の無」まるで仏教のようなあことで始まりますね、はあ、全ては虚しい虚しいと。ソロモンが書いたと言われる伝道の書それから画家前回少し言いましたけどあ昔のユダヤ人にこれはもう結婚前には読んじゃいけなかったの。 結婚したあのー、するものだけが読んでいいと、あのー、男女のあ生活とかそういうことをね詩的な表現でありますけどこれはもう明らかにそうですよだからそう,そういう古代の、あのー、言葉を理解する人が読んだらもう結構これはねえこんなエロチックなことを書いていいのかなというぐらいのこ,この画家であります私なんかよく想像たくましゅうして読んでおりました。<laughs> はい、詩編というのはそのおそらくイエス様が最も愛読したあものでありましょうねまさにイエス様の血の中に入っていたのが詩編でありますだからイエス様はもういよいよあの,の時になるとね詩編の言葉で十字架の上から祈りますよね「わかみわかみ何ぞわれを見捨てたまえしちゃったあれは詩変の22編でありますけどねイエス様の血となり肉となっていた祈りの言葉が 詩編でありますそして呼ぶ記という不思議な書物があるなんとこれは出筆されたものの中で一番古いのは呼ぶ記なんです創世記ではないんですよ呼ぶ記なのこれが一番最初にあのペンで書かれた巻物でありますけど書物であります 私旧約聖書を少し、あのー、昨年まで講義しましたよねその最初は確か夜吹きで始まったんじゃなかったかな夜吹から始まってそしてイザヤ書で終わりましたがもう一つ、あのー、だけ言い残した書物がありましたそれがダニエル書です旧約聖書の黙示録と言われておりますダニエル旧約聖書のこれは黙示録ですね幻来るべき世界そういうことを書いたのがダニエル書であります だからダニエル書を読むと、もう今でもね、本当これ今の時代のことではないかと思わせるような言葉があちらこちらに出てきてますよね。私なんか一番びっくりする言葉の一つに、終わりの時代には知識が言えますとあの知識が言えます。まさに今ですよ。私たちここ10年15年の間のあの全人類が得た知識のあの量というのは、これまでそれまであった3000年4000年の何億倍ですよ。 たかだかこの10年15年の間がそれはコンピューター文明の結果なんですよ。何億倍という知識をね、一挙に私たちはこの10年間の間に得ることができるようになった。まさにダニエルの言う通りですよね。終わりの時代には知識がいやますであろうと。言わなかったかな、私。 ダニエル記の中にはけのわからない数字がたくさん出てくるんだけどね。1350何日とかいうのがあるでしょう。昔、私そのコンピューターでね。あのー、その数字を一回入れてみたことがあるんですよ。白い鳩1987年12月3日からその1350何日を足してみたの。その私はちょうどフレデルフィアの教会を辞める日ですよ。あのー、あれにはさすがに私えー、なんかあるのかい,いなと思ったけど、別に何も起こりませんでした。 新約聖書あその前にあのこれも先回少しタッチしましたが「旧約外転」私は先回は「下転下転」って言ってあってから下品ねあれは外転と読むんですよって「あなたは牧師ですか?」って言われたけどね <laughs> <laughs> そのまあ弁解するわけじゃないけどねこれは仏教用語では「下転」と読むんですよ。で日本のその聖書学というのはみんな仏教からもらってきてね 私は日本の聖書学校は行かなかったし全部本で読んだのでこの仏教の読みをしておりまして誠に教養のないところを晒してしまいましたすいませんでした私にそれを指摘するのは三子さんですよもうなんちゅうことだろうかと思いますよね聖書学者の私に向かって <laughs> いやまあすいませんでした <laughs> 外伝というんだってどうでもいいじゃないかなそんなことあのたくさんあったという話は前回しましたよね。 それから1947年にそのクムランの洞窟で発見されたあの司会書デ e シ t ス Sea まさにもう近代ひっくり返るほどの大事件を起こしてしまったのがクムランの遺跡から発見されたこのヘブル語の写本だったんですそれまでヘブル語の写本でね完全なのというのは大体10世紀11世紀にならないとなかったんです一挙に千年間 あのー、縮めてしまったんだから、もう学者はもう飛び上がってしまったんです。こんなすごいものが発見されたと。ネトシースクロールイスラエルに対して言った人はもう必ずと言っていいほど見せられますね。あのー、神様があのま、ー、あ、あっちの方は暑いですからね。湿気があんまりなかったために、洞窟の中に放っておかれた。このスクロールが損傷せずにあったというのは、もう本当に奇跡でしょうね。 最も発見されたのはね、聖書だけじゃなかったんです。クムラン教団という一つのその宗教グループがいたんですけどね。その教派の聖典みたいなものもあの発見されましたで。クムラン教団はものすごくあの厳格な禁欲主義を取っておりまして、えー、そういうことがみんな書かれてますよね。だからまあ学者のあの説の一つなんだけど、新約聖書のバプテスマのヨハネ、あれはクムラン教団の預言者ではなかったかと。 荒野からで、呼ばわるものの声がするというでしょう。まさにあの辺りですよ。あのなたから出た、だってヨハネなんて、あら禁欲主義者でしょあれ、ね、もう寿司も食わなかった。なん、なんで食ったとか、イナゴと。蜂蜜か、ああ、蜂蜜はいいけど、イナゴしか食ってないなんて、まあ、大変なダイエットをしてましたよね。おそらくクムラン教団だろうと、私も思います。そして、そこから出てきて、その。 来たるべき方を指し示すようになった。クムラン教団にはね、明らかに。あのティーチャーオブライタスです。義のティーチャーという言葉があるんですよ。義のティーチャーが現れると。あのー。だから、そういう予言が書かれてるってのは非常に面白いですね。はい。新約聖書に入ります。新約聖書っていうのは、その。これは。旧約聖書が指し示していた。メシアが来るよ、来るよって言われた方が。来ましたというのは、新約聖書ですよ。 はい、この方はイエス様ですとイエス・キリスト様において旧約聖書の全部の予言が指し示したものが成就したのですとだから新約聖書は盛んに成就したということが出てきますよねこれはイザヤの予言が成就したためであるとついになったと新約聖書はご承知のように福音書福音書というのはマタイマルコルカヨハネ この4つからなってます先ほど言いましたけどそのうちの最初の3つマタイマルコルカのこの3つをまとめて共感福音書と言います共感というのは共同の共感というのはあの見るというあの感ですねあれを書きます共感同じ観点という共感福音書と言いますヨハネは違いますこれはヨハネ福音書独立してますねまたあのこれも学者の説をそのままあの横横 あなたに言うだけですけどねあの多くの学者はねこの「マタイ」と「教官福音書」の元になった種本があったに違いないと言うんですよ現存してないんですどこにもその証拠はないしかしあのこの「教官福音書」を研究すればするほどね種本があったという説が強くなったんですよ。なぜならこの「種本を元」をもとに1冊の種本ですよそれをもとにね「マタイ」さんと「 マルコさんとあ特にマタイさんとルカさん、ルカさんがその種本を元にね。あの書いたのではないかと。その種、本を言う前に一つ言い忘れたことがあります。マルコが最初なんです。福音書の中で。マルコが最初ですだから、その後のマタイとルカさんはね。もう一つの種本。そのことをドイツの学者はわからないから9、旧あのわからないの。9。というと旧資料と言いますけど、旧資料とそれからマルコこの2つを。 あの資料にしてマタイとルカが各々の福音書書をいたんだろう確かにそう言われてみるならばねマタイとルカには共通点がものすごく多いんです。マルコ福音書いうのは短いでしょ、まあ、そういうあの学問があるんですけどねそれを聖書学と言いますで。近年ものすごく発達したのに聖書学という学問がありましてこれはもう厳密な学問ですね。 私正直なところあのそういう偉い学者さんたちが勉強してきたおこぼれをちょっと読ませてもらって「へえすごいな」と感心するだけですけれどもこの聖書学の研究によってあの発達によってあのそういう旧資料の存在っていうのがだいたい推測されるようになりました福音書その次にあるのが「使徒行伝」これはもうご承知ですよねイエス様が亡くなった後人たちの成したこと言ったことを をまとめたのが首都行伝書いたのはルカさんですルカ福音書のルカさんですよねそしてその後に続くのは書簡集書簡集も二つに分けられますねパウロ書簡パウロ書簡の中にはロマ書コリント上下ガラテアエペソピリピコロサイテサロニケ上下テモテ上下テトスピレモンというのがパウロ書簡の中に含まれます そしてその他の書簡っていうのがヘブル書ヤコブ書ペテロ上下ヨハネ123ユダ書ヘブル書をパウロ書簡の中に入れる学者もいますね。私は違うんじゃないかと思いますというのがパウロ書簡ははっきりねあの私あの神のしもべパウロからという前書きがつきますけどねペテロ書はついてませんよあのヘブル書は一切そういうのがないあまりにもパウロの書簡にしてはね違いすぎますね。 だから全く別のあの無名の人がこのヘブル書をの書いたんであろうと思います。ヤコブ。ヤコブというのはこれはイエス様のあのハーフブラザーにあたりますね。あのヤコブです。一人でありましてヤコブ。それから魚屋さんのペテロさんあのー、が書いたペテロ書上ョ 同じく聖あのヨハネ伝のヨハネだろうと言われております。まあ学者によっては全然違うヨハネだという人もいますけどね、私は同じだと思います。あスタイルが似てるからです。ヨハネの手紙一二三、それからユダ書、十二使徒の一人でありましたユダであります。このユダがあかあの自殺したユダではないですよ。これは違います。しかし このユダ書を入れるかどうかというのはかなりもめだらしいですね。で、これあのこのユダ書というのは外典に似てるからなんですよ。新約聖書のユダ書というのは読んだことありますか。モーゼの死体をめぐって天使とサタンが喧嘩したなんて話が書いてある。そんな話旧約聖書のどこにも出てきませんよ。で、これユダがねそう書いてある。こういうふうに、ね、あの外典の特徴というのはね。 旧約聖書に書いてないことは結構ねちょこちょこ書かれているのが外典っていうんです。だからこれはむしろ外転に回した方がいいんじゃないかという意見はもう初代の方からありましたけど、宗教会議の結果、教会会議の結果、これは入れることになりました。そして最後が目次録ですね。ヨハネの目次録です。聖書のあの成立っていうのは結構人間的なところが入ってるんです。 教会会議なんかもありまして何回も何回もそれもね昔の人は気が長いですから何十年にわたって会議を重ねてそして現存する私たちの聖書あの66巻がこれはもう聖書ですよというふうに定められたこの定められた聖書のことを聖典というんです聖典私は普通バイブルと言いますけどねカノンカノンっていうのはそういう意味なんですでどういうふうな例えにするならばね例えば日本国憲法っていうのがあるでしょ 日本人が作ったんじゃないじゃないなアメリカの GHQ が押し付けてきたもんじゃないあんなものいるかという議論もあるんです。だし,しどっから出てきたにしろねひとたびこれがね憲法と定められたら日本国民全部の上にのしかかってくるんです。誰がどう作ったかというよりも一旦定められたらそっからの権威の方が大きくなるんです。まあ、今だからねそれを変えたいという人の意見もありますよそっちは政治議論をしてるんじゃないの一つの例として言ってるんです。 でき方はいろいろろあるんですあるけれども一旦これがねカノン聖典として定められたからにはこれは神が用いてくださる聖なる書物であると私たちキリスト者は信じるんです。その由来がどうだったかは私は知らない。しかし今信仰を持って信じるというんです。 だから学問ととしてのの聖書の読み方と信仰を持っている読み方は違いますよ学問を持って聖書を読むときにはねもういくら分析してもよろしい日本の皇室にもあの聖書学者がおられるでしょう三笠宮家ですよねあの人はもう大変な聖書学者ですよ書物もたくさんあの書いておりますしあの日本でも有数な聖書学者の一人であります私三笠宮はクリスチャンではないでしょう彼は学者としてやるんですよだから あのが学者としての彼の業績というのはすごいものですよね。これは神が語る書物である神の啓示書であると私たちは信じるんです。出来方はいろいろあったかもしれない。事実聖書学というのは進めば進むほどねこれはほらここら辺で、ね、こんなねどっかの民謡が入っているよほらどっかの、ね、国のね神話も入っているよといろんなことをたくさんのあのー 学問がありますそれはもう近,代近年一番発達したのは原子力核物理学とね聖書学と言われている方なんですそれぐらい聖書学というのはもう膨大な知識とあの緻密な学問なんですけれどもしかし私たちはねそれを信仰をもって受け止めるときにこれが聖典ととなったというんです私はだから聖書はねユダ書も含めてエステル書も含めて 創世記の最初から黙示録の終わりまでを神の言葉として信じます。新約聖書にも新約げあの外典っていうのがございます。これは結構たくさん残っております。面白いですよ。あの特に一番面白いのはトマス福音書っていうのはね、私なんか結構長い間愛読していた書物の一つありますけど、あの使徒トマスがいろんなそのエジプトに渡り、それから後にそのインドに行ったと。 あそしていろんなあの不思議なイエス様の名によってねたくさんの奇跡を起こしたというようなことやら書いてありますよね。明らかにこれはね舞唾的なところもたくさんありますけどまあそこらの小説読むよりもはるかに面白い。トマス福音書「ペトロ行伝」とかありますよ。私のご先祖様ですけど <laughs> それそだけどねそ <laughs> はね、い、からね、あのー 今の残りの時間を使って、少しその聖書の解釈ということについてね。語ってみたいと思うんですよ。解釈ですよ、国会は <coughs>。まあ、解釈という時にね、あのー。キリスト教会があるんですけれども。キリスト教会のその代表的な解釈。大雑把に分けますと、大体二つに分かれるんです。 プロテスタントのこと私言いますよ。あのカトリックのことは同じに触れますけどね。プロテスタントの中でも大きく分けて2つに大体分かれるんです。それは福音派とそれからリベラルというふうに言われてます。福音派英語だったら福音派のことをイヴァンジェリカルと言いますけどね。イヴァンジェリカルそれからそのリベラル神学中神学大きく分けられてまあ、教会教派によっていろいろその聖書に対する態度 聖書の読み方が違うわけですよねで一番分かりやすいのはね福音派の方だと思いますから福音派の方からちょっと言ってみますよね。福音派の中でも最初に現れるのはこの書いてますけどね「筑後霊関節バーバルインスピレーショナルセオリー」っていうのを信じてる人たちバーバルインスピレーションっていうのは聖書は一字一句間違いなく真実でありあの神の言葉であるからもうあああっあっというかテンポンとね イエス様自身も聖書言ってるじゃないのか一時一句間違いないとだから一時一句間違いなくこれはもうね全部が事実なんですとあの歴史的な事実でありこれも科学でもありもう全部がもうだからこれもありがたくありがたくねだって聖書を下敷きにしたとかに聖書の上に座ったとかこの聖書は一時一句間違いないんだからねあのアメリカでもそういう人と聖書があったことあるな私はだから聖書はねあの,あの我が 体に薬となると真剣に書いてるからで、聖書をちぎってからこのこの口の中にで飲のんでんでたら病気が治りましたってもうさすがにびっくりしたのとその話を聞いたときにあのー、なんかやってみるか。チク <laughs> を靭関節はしかしねあの結構強い説なんです。ここにはねあの一、ー、句間違いないからねあのー、で創世記に神様がエデンの園というのをね。 作ってだから創世記にほら誰々ダリダリさんは350年生きてその次の人は650年生きてとか書いてあるでしょ。あんなの面倒くさいけどねちょっと時間のある人計算機でから打ち込んでからん全部。トン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 そうするとねあの神様がエデンのその作った日付がだいたい出てきます。それは紀元前4000年ちょっとなんです。あのー、ピンポイントでから数字が出てきますよ。そうするとね あのこのバーバルインスピレーションセオリーというかファンダメンタルのたちは言うんですよ、はい、あの全宇宙はできたのは紀元前4000年ですだって聖書間違いないんだもん。神様嘘つくはずないんだもの。全部足してみたらこうなるでしょと。なであのそうすると学者たちやあのさあの後に。 子供たちが学校に行って、パブリックスクールに行ってね。おお、お母さん、お父さん、そんなこと言うけどね。今日、あの理科の教室から恐竜がダイナソーがいたって聞いたよ。で、それはね、何万年前だって聞いたよ。どうやって、教会じゃ、たとえ四千年前だって言ってるのにね。この恐竜は氷河期なんかでも、だって、あれだって、もう。あの、何万年も昔だって言ったよ。それで、どっちが正しいの。お前、考えてみ、どっちが正しいの。科学なんていうのは、そんなのは、もうサタンが作ったに違いないと。 私一回あのラジオでから聞いたことありますよファンダメンタリストの,あのプリーチャーがねニューヨークのマンハッタンにあの大きな博物館があってそこにはダイナソーの化石が飾ってあるんだけどあれはサタンがね人をまくらすためにねそのああいう骨を地中に埋めてあったんであってこれであってその,あのバカな学者たちがそれに引っかかっちゃってあたかも恐竜がいるかのようにあの言ったんだってやっぱり聖書の新しいんですとこれ4,000年前に地球は作られたそしてこれをね あのー、本当にに真剣信それでこの科学者たちのこういう福音派の科学者たちが集まって作ってるあの、あのー、学者グループがありましてね私がアメリカにいる,いる頃なんだけどサンディエゴに本部を置いてそしてこの人たちはクリエーション・セオリーと神様が全部を作ったんだからねそしてその各地の,、あのー、あの州政府に働きかけてこの神様のクリエーション・セオリーを理科の教科書の中に入れるべきだとダーウィンの進化なんて最もおかだと。 大体神様はねアダムとエヴァを作られたんで猿から人間が進化したとかねアミーバからもう何という間違いだけしからんとそれでこれは結構長い間アメリカではね今でもそうですけどね南部では強いですよだから南部の中でもこういうファンダメンタルスたちが圧倒的に多い一州アラバマ州とかああいう州ではついにクリエーションセオリーがテキストをあの小中学校の理科の教科書の中に載ってます。 あのクリエーションセオリーとしてね、紹介されている。あのそれはあのアメリカの教会の力がいかに強いかということを示すものなんですよ。それで、え、じゃあピーター先生信じないんですかと。じゃあ私はね、あのそうだな、この話は聖書のあのう以上に内部、あの中身に入ったときに詳しい話はします。私はイエスさんノーですよ。だから科学がね。 あの恐れてとか、うん、そんなことを私にはどうしても分からないの私大ソ層があったと信じるしあの洪水もあっただろうあの氷河期もあっただろうしね当たり前じゃないですかんあんなものがない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 とって言ってね目をつぶる方がおかしいそんなのをねあの信仰と私は言わないんです詳しく説明しますけどね信仰とねイズムというのは似ても全く違うもの。 私に言わせればクリスチャン教会の一番大きな間違いをしてきたことはね信仰をムと混同してしまったためですよそして混同したためにねもうご利用しをするようになっただから科学なんていうものを無視するとか私がね例えばねエデンの園があったと信じると私はある意味で信じてるんですエデンの園がいたと。 しかしですよ今度はねあなたが私の説を信じないお前こんなことはね聖書に違反することをね何でするんだと言って今度はこうだったから、ね、あの棒を持ってこう殴り出すと。そしてこのことを原理主義で今ほら原理主義というのがあまりにもあのイスラム原理主義というのが出てきたために世界中の,あの言葉になってしまいましたけどね。 もともと原理主義というのはこれはクリスチャン原理主義のことだったんです後にイスラム原理主義というのがアメリカで使われるようになったけどその最初にあったのは、ね、クリスチャンファンダメンタリズムという言葉だったんですで、この原理主義を主張したのはクリスチャンだったんですよ。原理主義というのはあの主義でしょ主義だからね主義を主張し始めた途端にあなたは暴力を振るようになりますよ私の仲間に入らない奴はね、異端として休断するようになるの だから福音派の,あの教会にこの辺の中でから行った人たちがいるかどうか私は知りませんけどね福音派の教会のね好きなことの一つはね「異端研究」というのをやりたがる。やありやりますよこれはねあのどこどこまでが正統主義で私たちの信仰教会は正統主義でいいんですとそしてほらここの教会はね異端でしょうとあれを信じるとこの子こ,こうしてこうね子羊なんて見てごらんなさいあんなそのねなんか猫ちゃんや犬ちゃんに洗礼したとかねもうあら異端ですよ 途端じゃないのいやいたんですよとか言ってねあのもう私なんかも大笑いするんだけどそれ本まで書きたがるあの何よほどこう暇でバカな人間もいるもんだなと思うけどね大体いいこれはもう例以外なく福音派というおバカさんたちですあのまた口をいあって消さなきゃいけないことになるだろうと思うけどね消すなよこれは私は本気にそう思ってるんだから。 その福音派の中のもう一つに、あの地区を霊感性より少しはマシなんだけどね。あの時代区分主義というのがあります。英語でディスペンセーシナリズム。実はこの神学の影響を受けたのが、大半の福音派の教会ですね。最初のバーバルインスピレーションのセオリーと、この、あのディスペンセーシナリズム。ディスペンセーシナリズムというのはね、あの十九世紀ですよ。の、の最初に、イギリスの神学者 J. ダービーという、神学者は唱えて。 それからあっという間にこれが、あのー、イギリスそれ英語圏アメリカに広がって、あのー、アメリカイギリスからそうなんですけどスコフィールド・バイブルという聖書を作り上げたんですこれドクター・スコフィールドというのがキング・ジェームズという、あのー、アメリカの英米圏の一番古い聖書がございますよねあの聖書をテキストにしてねあの聖書の中に注釈書を下の方に書いていったんですずっと書いていってそしてどのような注釈書を書いていったかディスペンセーションというのは時代というんです 時代区分をすると聖書はそのまま読んだらねあの分かりませんよ聖書は時代に区分して初めて分かるんです全部忘れたけど大体7つぐらいに分けるんです最初がディスペンセーション・オイノセンス無邪気な時代と罪のない時代とアダムとエバさんが、ね、裸で会ってからあの2人ともヌードだったけど全然恥ずかしいと思わなかったして罪を犯した途端にあの自分たちの裸が恥ずかしくなってっていうのがあるでしょそれからアブラハムまでアブラハムから あのモーゼまでそれから立法の時代そしてこのイエス様の時代恵みの時代イエス様が亡くなってあの天に引き上げられたと一魚で最初に書いてますよね天に引き上げられた途端にあの神様はあの奇跡的な力をこの地上から一緒にあの引き上げてしまったんで天に。だからあのイエス様が天に登った時から今度はまたイエス様が再臨すると書いてある。 そのの間をその恵みの時代彼らに言わせばディスペンセーションのグレースというのはこの時代のことだディスペンセーションのグレースと言いますけどねこの時代までのことを「恵みの時代」と言ってこれはあと私たちが御言,葉を,御言葉を学んで神様のことを知る時代なんです神様は最初はね奇跡やあの癒しや威厳とかそういうものをくださったけど聖書がかあの書き終わったと同時に取り上げてしまったあとは私たちはこの頭を使って知性を使って あの聖書を学びしななけければいけないんですだから奇跡はあってはならないというんですはっきり。ディスペンセーショナリズムの教会に行きますとね奇跡は悪魔だと教えますよ。奇跡を起こす威厳を与えるとか、ね、癒しを行うというのはこれは全部サタンであると。精霊はもうあの,時代あの時に全部取り上げてしまったではないかと。精霊は私たちに知性を与えて知性を持って聖書を学ぶことを教えられたのであるからそのその「その あのあとは真面目に聖書を読む。そうするとどういうことになるか。頭のいい人間が勝つんですよこれ。知性が長けている人間、記憶力のたくさん人間、そして果たしてその通り教会というのは頭でっかちの人間ばっかりがあの威張るようになってしまったんじゃないか。信仰は吹き飛んでいってしまった私、ね、たくさんのね害はあの進学の害っていうのあるけどね。その中でも最たるあの一番ひどい害をもたらしたのがこのディスペンセーシュナルセオリー時代区分主義だと思います。 いいわゆるる福音派のの教会を通ってたた人はねこ中くさんいるでしょ私が今言ってることを何らかの形で聞いてきたはずですよ。奇跡はないんだという教え。悪魔の教えですよ、これは。奇跡がないと言って誰が一番喜ぶか。悪魔じゃないか。しかも彼らはそれをね堂々とキリストイエス様の名前によって教えてきたんですよ。私はさっきはこの「おばかちゃん」って言ったけどこれ、ぐらいじゃないですよ。もう手がつけられない 人だこのディスペンセーショナリズムあのセミナー生に私はこのこあ辺りの歴史的なあの経過を詳しく説明しますけどねジェイ・ダービーという神学者なんかも随分インチキだなと私は思うので彼がこのセオリーを思いっつっていたのは自分で考えたんじゃないですよ当時そのイギリスの堅い中で一種のペンテコスト現象が起こって、あのー、イングランドの田舎でありますけどね一軍の女性たちがおばちゃんたちが、ね、幻を見たりし始めた。 その話を聞いた J. ダービーさんがロンドンから駆けつけていってそしてたくさん群がってる人たちの後ろの方から見てるとそのおばさんの一人がですね「ああ神様が来てそしてその私たちね精霊に満たされているものがね終わりの時代に巻き上げられてあのラプチャーっていうんですよね巻き上げられて天に巻き上げられてその後に大観難の時代が来て地球はもう大変なことにサタンが来るということを言い出したそのラプチャーっていう言葉を聞いた途端ですよこの J. ダービーという先生はねおおこれはすごいセオリーだと。 それで早速ロンドンに帰っていって彼はそれから3年かけあのか,かって「ラプチャー・セオリー」という本を書く「ラプチャー」という本を書いたんですよ。しかし自分がどこでインスピレーションを得たかということは言わなかった。あのそして「ラプチャー」という言葉は以後福音派はそれまでね「ラプチャー」という言葉はキリスト教会用語ではなかったんです。日本語は「敬挙」と言います難しい言葉で言います空中に巻き上げられて聞いたことあるだろう それまではキリスト教会はこの言葉がね聖書の中にあるテサロンケーションにあるんですけどその言葉は使ってなかったのにそのジェイ・ダービーさんによってラプチャーというこの理論が大きく前面に出てきてそして終わりの時代にはね神様が精霊によってねあの突然たる日ふわっと巻き上げられてしまうと精霊に満たされてなかったら怖いぞサタンが来てあなたたちクリスチャンはねその時はねもうひど目に会いますよ特にねあんまり重たい人 あのー、おこれは考えもんだぞもう私なんかも真剣にダイエットしなきゃいけないんじゃないかと思うんだけどねあのー、ラプチャーセオリーを言い出したダービーさんしかしそこからこのラプチャーセオリーにこの人は遠まらなかったんですよスコフィールドバイブルの基礎を築いてしまった三条の水訓右の方を打たれたら左の方を出せとかね あの、上着を求めたら、下着まであげますよ。私の下着、あんまり綺麗じゃないから、くれていいよね。あのー、とか、そういうこと、いいでしょう。あれ、大体めちゃくちゃなんですよ。それで、スコフィールドさんたちはね、面白いこと言いました。はは右の方を打たれて、左の方を出すなんて、喉で、できませんよね。 そんなことしたら、社会がね、強盗が来てから、強盗、あの、金出,せ出して言ったら、出して、あ、もっと全部取っていってくださいって言わなきゃいけなくなるからね。そんなことしたら、あなたの社会が立たないから、さすがも彼らは困っちゃったの。それで、こういういい解釈を生んだんですよ。ご心配なく。これは、三条の推訓というのは、イエス様が来られて再臨した時の、千年王国の時に通用する。これは、立法なんです。だから、今、あなたたちに当てはまらないの。よかったね。 あのー、ああそうかこれは守らなくてよかったんだとだからスコフィールド・バイブルというのはですね色分けしてますよどことどこがね、あのー、7色に色分けしてあってそしてその今の私たちに適応するとこだけ読めばいいじゃあどことどこが適応するそれはちゃ,んとちゃんと学者の話を聞きなさいということなんだおかしいでしょなんでみんなそんなね馬鹿げたおかしいお詩にありがたく聞いてきたんだ このバカもいいとこだ。バカは知らなきゃ治らないというとこれは死んでも治らないぞ。はい。はしかしちょっと口が悪いな。あのー、自分でもそう思います。もうすぐ真面目に話そう。そういうねあのー、例えばあの福音派ね、それに対してねリベラルというのが。 あのー、リベラリリズムといいうのが大体年代ぐらいからか急速に、あのー、発達してきますでリベラルシア、あのー、神学というのがあります重神学といいますけどねでこ,のこの中にも代表的なのはちょっと4つほど書いてましたけどリベラル神学というのは聖書をね、あのー、一時一句ありがたくしないで聖書を批判的に見始めたんです。それでその例えば聖書を批判的に、あのー、一番有名なのはこの創世紀ですよ。 創世紀の最初に創世紀の章章と2章とかありますよねそしたらその天地創造の由来が一章の最初から書かれて二章の四節でこれが天地創造の由来であると終わっているところがその二章の四節の今度は後半から死なる神がまた創世紀の話が始まるんですよ。これでもこれはもうかなりの常識となってますけどね明らかに2つのこれはその,あの資料を混ぜ合わせてここに置いたなと。 それであの細かなヘブー語の分析をするとね最初の方をあのにその K と P と J というふうに分けてました。P というのはプリスト J はジェホバなんですけどねあとのグループの J グループの人たちというのはジェホバグループの人たちというのはねジェホバという名前はしょっちゅう出すけど P グループの人たちは P あのこの J というあの種という言葉はあんまり用いてないんですよ。明らかに2つの伝説があると。 これはまあ近代の聖書学の最初だったんですけど、そこからたくさん枝分かれしてもう今わけのわからない迷路みたいな説になっております。時々私はもうあんまり夜眠れなくなってからあの睡眠が来ないときにこういう本をちょっと読むことをする。ちょっと三行ぐらい読むと寝れますから。学者 <laughs> が聞くと怒るだろうな <coughs>。すみません。私は決して学者はバカにしてるんじゃないんです。自由主義神学の中にはね、例えばそのだから聖書というのは 聖書民話説というのがありまして聖書というのはねバビロニアの神話とかメソポタミアの神話とかいろんな神話が出てそれをあの書き混ぜてあたかもこれはね神様が語ったかのようにユダヤ人に語ったかのように作り上げたんですよだからその民話なんだとこれこれをねありがたく聖書,の聖書なんていいんじゃないよと古代人のこれ原始人たちが文明が進んでないあの人たちがね集めた民話の集まりなんですよと。 のバイブラーザ・フォークローワですよねそれからもっとこの近代になりますとブルトマンなんていうドイツの学者が現れてきて「職務 <coughs> 考えてもみなさいと」とその死人がねあのラザロがもう3日も4日も経ってたのがねそれがあの蘇るとかねそんなのあり得るはずないじゃないですかそんなアホなこと言うからねあの科学を知った現代人はもう聖書を読まなくなるんですよ じゃあ絶対どういうことなんですかと諸君これはね全部神話と言うんですとラザラがよみがえったのは神話神話というのはなかったことでしょしかしあったかのように書いてあるだけの話これは初代教会の,あの願望として書かれたラザラがよみがえったらよかったよなイエス様がよみがえったらよかったよなイエス様が湖の上を歩いてくれたらよかったよなだいたい考えて湖の上を人間が歩くなんて万有引力の法則に反するじゃないですか。 そんなななことはないでしょだからこういうのはその神話を全部ね全部現代人には分かるように非神話化にしましょうとこれを「ディ・ミソロガイ人」「非神話化論」と言ったんです現代人に分かるようにどのように分かるこれはね海の上でも渡ってでも愛する者たちを助けてあげたい愛する弟子を助けてあげたいというイエス様の心意気を感じるこれがこの聖書の大事なポイントなんですよ。実際に歩いたかかどうかと なんのなんのあるはずないないいじゃでももう歩いたと信じる人たちもいるからねだからあれはもう学問のない連中だからあなたたちはもうほっといていいけどあなたたちはそこまでして弟子を愛さんとするこの死の心意気こういうあの聖書の真の意味を真意を理解しなきゃいけないなんて「偉そうなこと言うんだよなこの必死に分からんの先生たちがそういう説というのは結構あの力を持ってましてね。 もう少しこんな真面目なグループになると「あの実存主義進学」と「消える気候」ともう顔を見ただけでから一回痛くなるようなあの私は実はそのグループだったからね大学時代にその「ああしても面白くないな面白くないなこんなのね泣いてね汗を思うんだけどな消える気候に少し体操させてねあのニンニクたくさん食べさせたらねあんな陰気な書物書かなかったですよ。 もう気が見えるんんだかららあの人の人書物読んだらでも一応私は哲学家だったからああの付き合いましたけどね真面目なクリスチャンなのかなもうくそ真面目すぎるそれでやア気ケなんかアブラハムがイサ作を連れてそして守アの山に行って余裕をさげるとその皇帝の一歩一歩に自分の信仰の決断っていうようなことねだから実は私は結構影響を受けた方なんですよおすごいなと。 こんなふうにして聖書が読めるのかとものすごく影響を受けましたけどね正直言ってからもう重たくなる頭のいい人じゃないと深いことが分かる人じゃないと読めないよ実存主義神学 <laughs> <laughs> リベラルセオロジーっていうのはこれはもう今まで全部まとめたようなやつなんです私大体いいリベラル教会にねあの共通してることは 信仰というのは社会運動であるヒューマニズムである貧しい人たちを助けあの社会運動をする教えてあげられてる人たちのためのねあの運動をするそういうのがクリスチャンの任務ではありませんか平和憲法を守れ安国に反対日本であのキリスト新聞というのかクリスチャン新聞というのかどっちだったかなクリスチャン新聞 標語の下にほら書いてるじゃないかあの平和憲法守れ靖国に反対と <coughs> あの標語がね彼らの信仰なんですだから信仰というのは政治運動になってくる <coughs> 南米でこれが力を持ったんですだいぶ前ですけどね リベレーーションセオロジー解放の神学と言われまして南米は当時一部のカトリックの金持ちたちと政府が結託してあのいろんな南米諸国が不安してたんですそれで若い妻子たちが怒ったんですよ。教会が堕落して権力者と手を結んでこんなふうに一般あの人たちはこんな貧困にあいでるじゃないかけしからんというそこで若い妻子たちを中心にリベレーション・セオロジーというのが捉えられたんです。 解放の進学立ち上がらなきゃいけない本当にそうだそうだ俺はクリスチャンじゃないけどお前たちと手を結ぼうという人たちが現れたそれが共産党の,あの共産ゲリラだったんですそしてリベレーション・セオリージーの若い妻子たちはあの共産ゲリラの人たちと手を結ぶようになったというのはとにかく共通の敵は腐敗した政府であり資本家たちであるこれを倒すのが先決だというわけでそれにやった。 そこまででは良かったんですよ彼らの計算しなかった悲劇はその直後に起こった成功したの革命に途端に妻スたちはあのー、捨てられたんですよ殺されるとかもう役に立たない共産ゲリラの人たちにとっては国を取ってしまったらこの自分たちが支配するのが大事だって教会とかなんかそんなしめんどくさいことはもう邪魔になるそれで会えなくもこれらのあの進学者たちやら 若手カトリックのグループが捨てられましたよね。リベレーションセオリジーは無残な敗北を喫してしまいました。まあしかしそのリベラリズムというのはその日本の教会なども大体アメリカの教会もそうですけど日ベ日本の教会福音派の教会とかだからリベラリズムの教会と大きく分けて二つに分けられますよね。 それからそのオーソリテリアン・インタプテーション権威主義的解釈って書いてますけどねもう代表的なのはカトリック教会ですよ。もうその聖書はこのように解釈するのですと。私何もね権威主義的な解釈を強制するのはカトリックだけじゃないですよ。プロテスタントも結構やるじゃないですか。プロテスタントの先生中心主義。その教会教会にはその,あの教義がありますよね。私がまだフレデルフィアにいた頃ですよ。 私の家のすぐ近所にあのグレースチャペルという,もうファンダメンタリストのもう巨大な教会がありました一,一週間にあの日曜日も数回礼拝しなきゃいけない何千人の教会員がいますし,したがって宣教師を確か40人ほど持っていると豪語してましたよね世界中に宣教師を40人ほどあの使わせてるところがそのグレースチャペルにある時大事件が起こった日本に行ってる宣教師の一人が日本でね 聖霊に満たされて威厳を語ったと言い出したんですよ早速その日本に行ってる宣教師はフレデフィアに呼び戻されましたよねそして宗教会議が始まってでそのあなたはこれ聖書に反していることをしてるじゃないかと威厳を語るっていうのはあなたは知らないのか私たちはそんなことはないと信じてるんじゃないかとそんなことはね政令がするはずないそれは悪魔だと私が間違っておりましたとその署名しなさいとその人は「いや私はねもう勝手はそう信じてたけど違うということは分かった」と。 これは精霊なんです。神様は生きてます。とうとうその人は、あの、異端と糾弾されて教会からエクスコミュニケーション。終わりましたよね。で、その後グレースチャペルは全世界の、あの、彼らがサポートしている宣教師全員に手紙を配ってですね。署名しなさい。私は聖書に忠実であります。私は、あの、精霊はもはや奇跡、癒し、威厳、一切そういう。 わざわざ表さないと、あの信じますと。と聖霊は今知性を持ってしか私に語らないということを信じます。それに全員、あの署名しなさい。それを強制した。私なんかびっくりしましたけどね。アメリカではそういうことはもうしょっちゅうですね。それで、その福音派の教会の中でもよくその分裂が起こると。聖書を強制する。それはね。聖書をですよ。 信仰をね、イズムに堕落させてしまったからなの。私は昔からこのことを個室の最初から言ってたけど、実はその昔から言ってたんです。信仰とイズムは似てるけれども、全く違う代物なんです。信仰とはイエス・キリスト様に出会う感動である。信仰とはイエス・キリスト様から下さる命なんです。 ああ神様で生きておられるしようとあなたが叫ぶこれは知性ではないんですよ感情ではもちろんないあなたの霊の中でああキリスト様がおられるそれを表明するそれが信仰であるイズムというのは今度はあなたが聖書はこうあるなとこうすべきだとか キリスト教はこういうい教えなのだと教義に変えることなんですよ。クリードに変えること。イズムに変えること。だからここでも教会を経てきた人はたくさんいるけどねあなたが今まで経てきた教会には教会の信条があったでしょう。あったでしょうなんというね聖書のどこに信条を持ってって書いてあるか。 書いてもないことを何であの人たちはね強要してきたのだそしてその信条の中には先ほど言ったけどね恐ろしい悪魔的な信条を押し付ける教会だって平均で押し付ける教会だってあるわけですよ奇跡があるのが悪魔であるとかまさに悪魔だそういう信条を押し付けるイズムの弊害なんですよ信仰がイズムに変わった途端に暴力を行い始める信仰はイズムに還元しちゃいけないんです 信仰は私の初、ね、々ううしい神様への愛なの初めの愛に立ち戻れと黙々が言うではないかお前たちはどっから堕落したのか思い起こすがよいと信仰はね固くなってる人これイズムに固まり出したからですよあなたが信仰というのはね豆腐みたいなの最初豆,腐じゃないよあの豆乳みたいなんです。 それに苦味なんかそのこの安っぽい苦りをポンって入れたりするとね、うんブツ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 出てできて、そして私なんか許せないな今度それをねあのキ絹コしなんて言ってからあのするでしょ。あんなの豆腐じゃないよ。豆腐は木綿にかけるあこれ関係ないか <laughs> あのね競技と出雲という濁りを入れた途端に。 固まってくるんですだから私の信仰は不動のものというとあなたはもう神隠に入ってるってことですよ <laughs> 信仰に不動のものなんかあるか私と神様とのこの初う々いういしいね三秒聞いて涙しあの花を見てあ,あこんなね愛があるのだとその感動がなくなったらあなたはもう半ば死んでるなイズムに堕落する。 そしてイズムに堕落した人たちがどんな恐ろしいことをしてきたかその最たるものをクルセードと言ったんですそしてキリスト教こそ正しいんだ教って教というのはキリスト様と違うぞキリスト教とキリスト様は似てるけどもキリスト教はイズムなんですよだから恐ろしいことを平気でしてきたの宗教裁判というのを作ったものもキリスト教ですよたくさんの人でを火羽りにした魔女狩りをしたのもキリスト教だ だかららになってしまうとほらノーザンエランラド何十年にわたってプロテスタントとカトリックは血を,と血を流す醜い争いをしてきたじゃないですかあれはキリスト様と関係ないじゃないですか教なんですよキリスト教の恐ろしい災いであるそして私たちは今キリスト教がしてきた何十倍も恐ろしい教のイズムの弊害を まともにに世界中を受けるようになったイスラム原理主義あなたがそれを信じるときはいいんですよまだあなただけは信じるしかしね原理主義というのは必然的に他の人に強要するようになる強制的に売り込むようになるんですよ別にこれを信じなければ殺してしまうぞとバサバサ殺すだから同じイスラム教徒の中でもほら解釈の違いによって 少しでも違うと殺し合いをするじゃないですかこれがイズムの恐ろしい恐ろしい弊害なんです何度も口を酸っぱくして言うけどイズムは信仰ではないないないキリスト教というのはねマルクスが言うようにアヘンですよ仏教もアヘンだイスラム教もアヘンだイズムは全部アヘンですよ共産主義もアヘンだ イズムというのは全部変だ。キリスト様だけは違う。この方は信仰でしか信仰でしかあなたは見えない。まあ、しかし人間には分かりづらいんだろうな。どっちかどっちかなんですかってよく私、フレディフィア時代にあの日本から来たあの進学生の人とかなんから聞かれたことあるピーダー言ってどっちなんですかリベラルなんですか ファンダメンタリストなんですが、どっちなんですかっどっちでもあるかいで、言うんだけどね、じゃあ中立なんですからバカ中立でもあるかあの、中私中立じゃないもん。ことは悪いけどね、第一コネクトの最初のそういう議論があるんですよ。私はケパにつく、私はパウロにつくと。あはアポロンにつくと。結構コネント業界の中でもゲバラソがやったら、その中に、<coughs> わかったらんのあんたち。私はキリスト様につきましてもいた、ね、だから。パウロは、 お前たちも派閥だと言ったんですよ。キリスト様につくと言うから一番いいんじゃないかって言うけど、キリスト様につくという主義が派閥だと言うんですよ。本当にね、キリスト様だけだという人は主義を作らない、戸惑うとしないんです。しない。たった一人でいいって言うと本当にいいんですよ。たまたまに二人三人おってこうしてたくさんの人が参拝しているけど、私こんな人たちがいるからごめんね。こんな人たちごめん。<laughs> あなた様がいるからね。 あのこうしてこれおるんじゃないですよ本当に一人でいいのたまたまあなたが今日来てくれただけの話ですよ言い方悪いかだけど本当にそうなんだものたまたま私たちはここでイエス様を賛美するだけで個室の群れ万歳個室の群れの団結をねやめてくれだから私は個室の群れだけで個室の群れは協議を作らないと言ったんです教会員も作らないそんなものがいるかそんなものがなければ教会はできないのなら作るな本当に作ってほしいのだ ピーターで景気のいいこと言ってたけどやっぱりぽっくり言っちゃったわね。<laughs> でもじゃあ私たちそろそろあの子羊教団を作りましょうとなったらもう出てけ子羊教団なんか作ってもみるな。トトを組み出した途端にあなたはくい始めるんですよ。守りに入るからなんですこうして守らなきゃいけない守るものがあるこんなにたくさん人がいるんだものを守らなきゃ私たちはと。 一体何があなたを守るんですか神様があなたを守らなか一体あなたが一体何を守ろうとするのかキリスト教の弊害はね守ろうとしてきたんですよだからイスラム教だってそうでしょ自分たちを守ろうとするからいろんな派によってからあんな恐ろしいことをするじゃないですか原理主義の弊害というのはキリスト教であれイスラム教であれ仏教であれみんな狂気だ恐ろしい 殺戮の力を持ってる。加担しちゃいけない。ほんで私はこういうふうに答えたんで、アンタたちね、あのファンダメンタリストっていうのはね、ファンダメンタリストっていうのは原理主義ですよ、アメリカにたくさんいる。私に言わせれば、あんたちはね、聖書を文字通りに信じる時は文字通りに信じすぎないよ。ファンダメンタリスト、言うあなたファンダメンタリスト enough っていうのが私の口癖だった。そしたらみんなびっくりしてて、私はファンダメンタリストで十分じゃないと、どういうことか、私はファンダメンタリストよって。 でね、あなたファンデメンタル性十分ないよっ。だってあなたは聖書を文字通りに信じるとて言うけどね、聖書を勝手に書いてるじゃんか。ここに奇跡があるとか癒しがあるとかそういうところはみんな都合よく消してしまってるじゃないか。文字通り信じてない。私文字通り信じるよ。だから奇跡も信じるし異言も信じるし。うーん、それはちょっと。うけどそれはそうじゃないよ。お前は都合のいいこと言うな。それからリベラルの人がでピーターはリベラルだった。違いますよ。 でも私の世はリベラルの人の欠点はねリベラルなさすぎるの言うあのとリベラルいなる <laughs> どういうことかって言ったらねリベラル主義という主義にこちこちに固まってるからですよもうしょうがないなこの,このリベラルのこちこちことまたね煮ても焼いても食えないものいやしないリベラルがリベラルであるというのはね自由な想像力を持ってるからですよ私はたら子羊に来てもいよいよそれがね自由になってしまっただから聖書は思い切って あの解釈できるるようになるこの自由さを与えて下さったのは精霊ですよ。本当にあなたがリベラルだっていうのは思い切ってイエス様の中でやって自由になってみろキリスト教なんていう枠はいらないんですよだから私はリベラルでもなければファンダメンタルスでもないそれから大体ねそのもうちょっとこの腹が立つい然に言わせてくださいね <laughs> 首腹の中でね。 その私なんか笑っちゃうんだけどね「ピーター島田がいたんである」なんて本まで書けてねあの一生懸命言うけどね分からないことの一つよねあなたたちそれだけの時間があるならね個室の群れなんてねあの単純にイエス様を信じているだけの群れですよ。私たちをねいたんなんて言うんだったらね一体ね福音派の先生たちをんで日本キリスト教団や立ち向かってみようとしないのか一回でも。日本キリスト教団 このリベラル神学っていうのは凄まじいですよね復活なんんてほとんど信じてない白いは鳩の直後でありますが光子さんがアメリカのそういうリベラルな先生が日本基督教団の偉い先生が主導するバイブルスタージオに出てやってびっくりしちゃったそれがイースターの,の間近だったのでね復活の勉強をするとその日本基督教団の偉い先生が復活があるっていうのはねこれはねあってほしいとあの初代教会の人たちの願望に過ぎないんですよこんなのなかったんですと。 どううでしそしたらみんなあのクリスチャンのたちが真面目な話をですかて聞いてる。「コしいのあと水尾さんが言った途端に右の方から声がはっきり聞こえてきた。私から出たものでないものを信じてはならないとあ。私から出たものでない言葉でね、傷ついてはならないと。私はその話を受けた時うれしかった。こんなのキリストから出たもんじゃないですよ。これはリベラル神学の妄想にすぎない。そういうのが平気でね、復活はないなということは平気で言って回ってる。 そういういい進学者が多いじゃあね異端研究をしたがるその福音派の先生はどうしてそういう人たちをね真正面から異端と言ってね言い切らないのよ。言いい切らないんですよそしてそのそういうものに向かってはね全然言い切らないじゃないか。だからいかに福音派教会のやる異端研究というのはンチキ極まりないものか。 何回も言います信仰はイズムではない全く違うものである信仰はトマスの感動をあなたがエコーすることであります我が主我が神よあれは人間の魂が発することのできる一番深い言葉である他の者が言った何々先生が言ったピーターが言った光子さんが言ったそうじゃない 私が出会ったからあなたは紛れもなく我が主我が神なんだとトマスは叫んだんです。マイ・ローのマイ・ガード。これが信仰なんですあなたが神様に出会わなければ一切のことは虚なしい。100万の言葉を聞いてもどん100万の書物を読んでもあなたが君様に出会わなければ一切のものは虚なしいんです。 My Lord and my God You are my Christ You are my God 信仰はここに始まり実にここに終わるんですこれが始めであり終わりであるこれ以上出るものは罪である信仰はキリストイエス様の出会いの感動です クリスマスマシーズンが近づくので主の平安の賛美をしましょうそして少しちょっとこうヒートアップしたのでね <laughs> あの静まれよ静まれよというので <laughs> 平和の君プリンス・オブ・ピース 「あなたの口から出た御言葉が雨のように地を潤し物を生えさせ種まくものに種を与えかつ天に帰っていくごとくあなたの願いはかなう。 この血を聖なる者に奪還される神の時死をあなたの血を癒してください。 誠の御言葉なる生けるロゴスなる神の御子イエス・キリスト様あなたの御皆を心より褒めたたえます。